オープンウォータースイミングは海や川、湖など自然の中で行われる長距離の水泳競技で、オリンピック競技の一つでもあります。富山で2回目となる大会に向けて開かれた練習会では、競技場所の海には海洋ごみの問題もあることを知ってもらいたいと、ビーチの清掃も合わせて行われました。およそ100人が参加して、浜に流れ着いた木の枝やお菓子の袋、食品の容器などのプラスチックごみを丁寧に拾っていました。肥料袋だとか、ペットボトルだとか、そんなごみです。中には運搬用の一輪車のタイヤも。一輪車につけてください。およそ30分ほどでこれだけのゴミが集まりました。海をきれいにしていこう。この後、海を眺めながらのビーチヨガが行われ、参加者たちはきれいになったビーチを前に自然に身を置いて気持ちよさそうにヨガを楽しんでいました。初めて海の前でやってすごく気持ちが良かったです。地域もきれいにして自分の心もきれいになってという感じですかね。まあ、少しでも海を、まあ、泳ぎやすくしたいなという気持ちでやりました。この後泳ぐんですけど、そういった練習を兼ねてたまに来てます。そしてライフセーバーが監視する中、大会に向けた練習会にはエントリーしている20人が参加しました。中には海での練習が初めての人もいて、ウェットスーツを着ていれば上を向くと浮かぶことができることや、波のある中での泳ぎ方を学んでいました。この後2人1組になって浜辺から150メートル地点に置いた2つのブイの周りを泳ぎ、感触を確かめていました。海での水泳大会はちょっとハードルが高いんですけども、事前に練習することで多くの人に、海での水泳楽しいんだよってことを感じてもらえればいいかなと思っています。今後は子ども向けの練習会もやっていけたらいいなというふうに思ってます。オープンウォータースイミングの大会は9月12日に岩瀬浜海水浴場で開かれます。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。